と出してくださってる方とか、うちを探してくださってる方とか、本当にありがとうございます。本当に大きな拍手ありがとうございます。改めてご来場の皆さんに大きな拍手お願いいたします。本日よろしくお願いいたします。皆様大変温かい拍手誠にありがとうございます。さあ、それでは改めまして一言ずつ皆様にご挨拶いただきたいと思います。まずは主演の渋川さん、よろしくお願いいたします。はい、あのいつもやってるんですけど、こんばんは。正座になってるんですけどね。ありがとうございます。初日おめでとうございます。監督ありがとうございます。おめでとうございます。無事迎えられました。はい、まあそうですね、少しの時間ですけど楽しんでてください。よろしくお願いします。渋川警部さん、よろしくお願いいたします。続きまして大西さん、お願いいたします。皆さんこんばんは。このこんばんはってこれ何完成披露かな、結構やってる。最初にキーさんがやっちゃったがために、なんか以降全部言わなきゃいけないみたいな。昼間の時はこんにちはんですよ。まあ、そんなこんなですけれども、本日はありがとうございます。大西さん、よろしくお願いいたします。続きまして石本さん、お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。ありがとうございます。今回変えてみましたね。もうこれも何十曲やってますから、ね、もうそろそろ僕も変えていかないと思いますけど、本日初日ありがとうございます。こんなにたくさんのお客様来ていて本当に嬉しい限りです。今日は楽しんで帰ってください。ありがとうございます。石本さん、よろしくお願いいたします。続きまして桜井さん、お願いいたします。はい、無理したっていいからね。でもまあまあまあ、でもまあまあね、まあまあ、まあ、こんばんは。初日舞台挨拶ご来場いただきましてありがとうございます。はい、なんかすごく何ですかね、はい、ほのぼのとした時間が過ごせればと思ってます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。桜井さん、よろしくお願いいたします。続きまして水野さん、お願いいたします。こんばんは。19秒剣こと、はい、水野さるです。今回はお忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございます。まあ、僕たち自身、まあ、僕自身、無事、公開日を迎えられて非常に嬉しく思います。なんかこういう報道とかもたくさん作っていただいて、渋川さんのやつもね、桜井さんのやつも初めてです。そういうの、皆さん手作りでなんか盛り上げていただいてありがとうございます。今日はよろしくお願いします。水野さん、よろしくお願いいたします。続きまして綾部監督、お願いいたします。こんばんは。めっちゃ緊張してますね。最後だから。最後だから。金曜日の夜の、公開というのは僕も初めてで心配だったんですけど、これだけ満席のお客様で、本当に嬉しいです。少しの時間ですが楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。綾部監督、よろしくお願いいたします。さあ、ここからはさらにじっくりお話伺っていきたいと思います。それでは一旦こちらのお時間でマスコミの皆様フラッシュを焚いた撮影は一旦ここまでとさせていただきます。後ほどフォトセッションもございますのでまたご案内させていただきます。ご協力ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、それではまずは主演の渋川さんに伺っていきたいと思いますが、改めて本日こうして初日を迎えたお気持ち伺わせてください。そうですね、いや、もちろん嬉しいですよ。はい。まあね、これが何だろう、初日はやっぱりお客さん入って何だろうな、なんですけど、まあ、ここから続いてほしいですよね、やっぱり。はい、ということなんで、応援よろしくお願いします。わっ、無理だな。まだ無理です。ぜひ応援よろしくお願いいたします。皆様も一緒にこう応援団ということで仲間です。今日意外にこうテンションがあれだね。どうですか、なんかこの間すごい、この間マシンガントークめちゃくちゃ早くしたね。この間マシンガントーク今日もちょっと実は早口気味でちょっといろいろすごいいっぱいありまして、また今日も動くよね。すいません、もうここでじっとしておきます。いや、じっとしなくていいから。はい、改めてですね、こちらの作品は石本さんと渋川さんと大西さんのラベリがメインのラベリエンターテイメントというお名前もドラマからついておりますけれども、ドラマから後半してこちらの映画に続きました。改めて石本さん、大西さん、3人のシーンだったりいろいろとドラマから映画になりまして、いろいろ撮影振り返ってみていかがでしょうか。
石本さんいかがですか。あ、僕ですか。石本さんと西さんにぜひ。何でしたっけ、話聞いてなかった。あ、改めて撮影振り返ってみていかがですか。撮影振り返ってみてですか。いや本当に楽しく、まあね、あのワンちゃんたちと楽しく撮影できて、まあドラマを見てね、あの映画見てくれる方も たくさん多いと思うんですけど、映画だけでも十分楽しめる作品だと思いますし、うん、本当にね、僕は前からずっと言ってますけど、この男当たるパパと女性のね、落ちママの半歩前進の、なんかちょっと動物から、動物がいるからこそ人間が半歩出れるんだなっていうような作品に、素晴らしい作品になってると思いますんで、皆さんも楽しんでくださいみたいなことでよろしいでしょうか。はい、素敵です。大西さんいかがでしょうか、改めて振り返ってみて。改めて振り返ると本当に健康的な生活をしてましたね、我々はね。そうですね。うん、朝早くで、もう日が昇ると同時に撮り始めて、うん、でも夕方には暗くなって撮れなくなっちゃうん で、休みもほぼなく、酒も飲まず、今のこの不節制な暮らしから考えると、戻れるもの、なんか戻りたい。健康的な生活に。アイブ監督は、出演者の皆さんとはどのようなお話をしながら撮影の方は進めていったんでしょうか。そうですね。そんなに細かく、一個一個詰めて役柄について詰めるとかっていうことよりかは、全体の雰囲気とか、話のテンポとか、こういうところを大切にしたいというところだけ伝えてやっていったと思うんですけど、まあ、一番は犬ですかね、うん。ワンちゃんたちとの関係性をうまく描けたらなという。でも皆さん必ず早朝からっておっしゃってましたけど、朝来ると出番前にまずは自分の犬を散歩して、うんち取っておしっこさせて、でそれが終わってから撮影に臨むという、だから本当に犬もリラックスして、あ、この人は飼い主だというテンションで撮影できたので、うん、本当に助かりました。ありがとうございます。続いて桜井さんに伺いたいんですけども、先ほど今石本さんがおっしゃってくれたように、はい、ドラマから映画になってこうポチママと当たるパパの関係も少し変化があると思うんですけれども、はい、今からご覧になる皆さんに桜井さんから何かこう見どころみたいなのありましたらぜひ教えてください。そうですね、個人的にはやっぱりこの、おじさん遠慮しなくていいからね。パパたち、このって言われるおじさまたち、パパたち、そのお三方のそのやっぱり会話劇みたいなものはドラマに引き続きとても楽しめる部分だと思うんですけども、まあ、ポチママもそうですし、このお三方がこうちょっとずつワンちゃんを介してこう成長していく様みたいなものが映画でもすごく描かれていまして、さっきちょっとおっしゃってましたが、はい、そのポチママとアタルパパの、まあ、ちょっとその関係性みたいなものも見ていただけたらなと思ってます。はい、皆さんぜひね楽しみにしていてくださいね。はい、続きまして水野さんに伺いますが、はい、水野さんは謎のイケメン役として、で先ほどご自身でもおっしゃってくれましたが、ドラマでは、ね、すみません、謎のイケメンって、ね、言われたらと思いますけれども、19秒しか出なかったんですよね。なので19秒券と言ってくれたんですけども、はい、では映画ではですね、これからご覧になる皆さん、はい、どのような役どころなのか、ちょっと水さんの口から。まあ、皆さんもうすうす分かってると思う、その謎のっていうのがついてるので、これ今皆さん上映前ですよね。はい、言うことはございません。言えることがそうですよね、何もないんですけども、でも19分以上今回ずっと言う、そうです、お今回はそうです、挽回しているので、はい、そこは見ていただければ、はい、結構大事なまあ物語のキーとなる、うん、役を演じさせていただいてまして、まあ僕が演じるキャラクターにある疑惑が浮上したりとかですね、結構面白いようになってますので、うん、その辺を見ていただけたらいいかなと思います。はい、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、さあそれでは今日はですね、先日ですね、実は完成披露の上映の舞台挨拶がございまして、はい、パパの皆さんに愛犬の写真の可愛さを競うフォトコンテストに、エントリーしていただきました。無理やりちょっと僕がやってしまいました、ありましたね。で、実は今日のこの初日に向かってですね、 SNS でいいねが一番多くついた方が優勝ということで、実は、はい、SNS の方で、フォトコンテスト開催させていただいたんですけれども、はい、ここで、こちらの初日の舞台挨拶で結果発表させていただきたいと思います。これは気になりますよ。はい、これ本当に忖度も何もないですよね。ないです、ガチでございます。ガチですよね。はい、絶対負けたくないって皆さん言ってました。本当負けたくない。とてもね、可愛らしい写真でございましたので、はい、さあどのようになってるのか、ぜひ皆さんそこにご覧ください。はい、あ、出ますか。はい、出ます。寄った方がいい。すいません、全然無事にこちらに、はい、大丈夫です。ありがとうございます。それではまず第3位の発表はこちら。ああ、当たる中学生3位だって。でもいいね、2933取って3位なんですよ。
一番可愛いのにね。いかがですか。主役ですよね。当たるパパの渋川さん、どうですか。3位という結果に感想はいかがでしょう。残念ということで。これもね、渋川さんね、撮影の撮影の合間にロケバスに乗って移動も当たるっていう、なんかね、そういうなんかタイトル乗っけてくれれば、そうですね、いろんなシチュエーションがありましたからね、実は。しかも自分がこれ、走った後の、はい、あの時だったんですよ。そうですよね。疲れてる俺に、これですよ。渋川さん、これでも、今さらフォローしても、多分もういいに増えませんからね。もう増えないですね、これ。というわけで、第3位は、ちょっと待って、はい、やばい、第3位ちっちゃいと勝負だ。はい、そうでございますね。どっちだろう。頼む。では、続いて、第2位はこちら。出るかな。頼む。出ますか。頼む。あれ、じっちゃん出ろ。ちょっと待ってくださいね。じっちゃんが出てくれ。あー、サチコー。ということで、377位での第2位サチコー。ちょっと、これ、すごい可愛いじゃないですか。このサチコの座り方は人間ともないですか。毎回ちょっと横にずれる。お座りができないで、サチコ。かわいい、ね、これいいと思ったのに。これで2位なの。結構、これで2位。あの日の盛り上がりが優勝候補でしたけど。だし、石本さん、この、もうすごい写真を厳選して、はい、これなら勝てるって言って。100枚ぐらいはなんか選んでこれだったの、これ。そうなんですけれども、惜しくも、3177位年でございましたが。じゃあ、じっちゃん。というわけで、じっちゃん。それでは一応、19秒券だっけ ?17 秒券だっけ ?19 秒券。19秒券。あるかもしんない。ありかもしれない。あ、そうです。なるかもしれない。僕が入ってるかもしれないですね。ホテルはいないの。それでは、第1位はこちら。はい。あれ、この3位になっちゃった。どれ、あ、ありがとうございます。ピッチアップされてる。おめでとうございます。めちゃくちゃ喜んでる。こんなに元気なお店初めて見た。いや。お兄さん、改めて、1位になった、こう、感想はいかがでしょう。当然でしょう。ね。上がる前から、もう、そう思ってた。思ってました。さすがですね。もう、ジェントル、俺ね、この際だから、もう皆さん言っちゃっていいですか。なんか言いたいことあるみたいで。言っちゃってね。何ですか。この際だから言わせてもらいます。はい。これすべて、不正です。いや違うでしょ。なぜでしょう。これ本当に、実は、先ほどジェントル何て言いました。皆さんが撮っていただいた、写真って言ってましたね。はい、拝見。これね、実は、全部僕が撮ったんですよ。そういうことです。あたんもちっちゃいもさしく僕が撮って、LINE で二人に送ったりしたんですよ。それを二人が勝手に使ってるから、これ全部元は僕の写真なんですよ。だから、どれになっても優勝はしてます。で、僕がこれ撮ったんですよ。それをね、お兄さん欲しいって言うから LINE で送って、それを大西さんこう出してるから、なんだこれと思って。そっか、全てね、イカ様というか、不正だよ。全て石本さんの写真だったんですね。写真は撮ったのは僕なんですよ、でも。なるほど、すごい。選んだのは二人ですけど、はい。なんかこれ。本当に石本さんがたくさん写真を撮ってくださってたみたいで。僕芝公園の写真で千何枚ぐらい撮ってたんですよ。すごいですよね。めちゃくちゃ撮ってた。めちゃくちゃ撮ったんですけど。いやー、やっぱちっちゃ、これ可愛いですけどね、やっぱちっちゃんは。ぜひね、石本さんにも大きな拍手をお願いしてもよろしいでしょうか。この頑張りを、収まりつかない、収まりつかない、石本さんの怒りを。サチコで優勝したかったなぁ。本当はね、ポチバンも買い取ってたよね。サチコとツーショットになって。あ、はい、ね。あいうのもあるんですか、いろいろと。で、ちょっとその完成披露の時にたまたまさっき桜井さんが来られなかったので、はい、ちょっとポチの写真はエントリーが取れなかったということで。はい、19秒券は、そうなんですよ。実はその19秒券と言われている水野くんの写真から監督が写真撮ってくださったみたいで。犬っていう設定ですね。はい。なのでそちらを見てみましょう。これ監督演出入ってますから、はい、こういう表情をしてくださいって。はい。その時は水野くんがね、愛犬がいないから。そうです、はい、僕犬がね、この劇で。はい、はい、わかりました。はい、いや、すごい強い。おでしょみたいな、おかわりでしょみたいな感じですね。そうですね。そういう顔をしてくれっていう演出を。はい。で、これが完成披露の時もこちらの写真を見させていただいたんですけど、もう一枚あるということで、もう一枚あましょう。どうぞ。はい、笑顔の。はい、19秒券の写真もございます。いや、もうでもさ、あんなに可愛い犬出されたらこれやったら、マジめっちゃ順番逆だぞ、ね、順番逆だったかもしれない。可愛らしい。というわけで、はい、改めて優勝はじっちゃんでございました。ありがとうございます。悔しい。まあ、ここ石本さんが撮ったんだけど。はい、石本さんが撮りました。あの日でもね、二人、ね、みんな飲みに行ってて、はい、三人でね、うん、飲みながらちょっと見てたんですよ。うん、いいねの数がすごかったですよね。どんどん増えて。そっから、じっちゃんがでもね。で、そう、じっちゃん。じっちゃん走ってました。二人見た時に最初200だったんですけど、はい、もう15秒ぐらいではもう400とかなって。あ、すごいです、ね。じっちゃんがダントツだったんですけど、はい、逃げ切りですね。もう逃げ切りましたね。
まあ、ドヤみたいな顔ですね、本日さんね。お兄さんのね、自慢のじっちゃんが、タイミングと1位になりましたけれども、はい、先ほどからそのポチママの写真がないことも触れてまして、あ、どうぞお戻りください。ありがとうございます。はい、桜井さんは関西広に来られなかったので、関連写真がどうしてもないということで、はい、そうですね。なので、もしよかったらですね、この場でですね、桜井さんにも、そうですね、水野くんの、あの、さっきの写真みたいな、ね、ガンちゃんポーズをぜひね、していただけたら、ということなんですけども、見たいですね。あの、お手本よかったら、お手本見せよう。お手本ちょっといい？桜井さんにこうやるんだよっていう。こういう感じですね。こういう感じですね。あ、いいっすね。あ、いいっすね。アドバイスをしてあげてください。これ誰に向けてやってるんですか？誰に向けてやってるんですか？マスコミの方に。マスコミの方に。こういう感じ。これ絶対使ってくださいね、これ。使ってください。何やってるか分かんないですよね。水野くん、あ、座ります、大丈夫です。一番いいやつ、水野くんと監督でぜひ。これ何やってんだろうね。すいません、ね、関連写真がなかったもので。関連写真がないから。ここでなんかこう耳、犬のこう、あと耳のポーズも欲しいらしいんですよ、スタッフさん。耳のポーズですか。こういうの欲しいらしいんですけど、水野くん、なんかいいのあるかな、見本を。あー、そんな感じがいいですかね。あ、これが欲しいらしいです。犬じゃん。あの、これ正解は何ですか。可愛ければ可愛ければいい、可愛いパターンをいっぱい。あ、ありがとうございます。あ、可愛い。ちょっとだけ撮らせてください。すいません、この場をお借りして本当申し訳ない。あの、まあ見せられてる僕らもね、本当に申し訳ない。横でね、こう見られてもね、はい、結構撮れたということで、ありがとうございます。桜井さん、本当に申し訳ございません。ありがとうございます。可愛い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 。この場でしか見られない。桜井さんのワンちゃん、水野くん、ありがとう。いや、ありがとうございます。本当にありがとう。よかったです。そしてですね、ここでまださらにですよ、ここでですね、ドラマ第1話の登場、はい、なんと16秒俳優のあの方から今日は16秒俳優、はい、特別にメッセージが届いていることで、みんなで一緒にスクリーンで見ましょう。それではお願いします。佐藤二郎です。俳優の佐藤二郎です。皆さん、あれかな、あれでしょ、どうせあれでしょ、俳優の登壇の時よりも犬が出てきた時の方が盛り上がってるんでしょ。本当ね、俳優傷つくよ。皆さん、こんばんは。これですね、本当に僕は言いたくなかったんです。あの、今でも本当に、正直言いましょう。いやいや言っております。チンドロの殴り合いをしてですね。私がちょっと負けましてですね。それでも今言わされております。皆さん、こんばんは。あと聞いて。後ろから三列目の左の女の子、ちょっと聞いて。上演はね、これから非常に可愛い芝次郎が出てきます。そして芝次郎の100倍可愛い、マヌシバが出てきます、ね。このマヌシバ一郎、実は6代目なんですよね。四次マヌシバ一作目から考えて。メキシコにおります、一郎。なんで芝次郎も、これはちょっとメキシコにやっぱ相棒ですからね。メキシコに行かねばなるまいと。行かねばなるまいと、いうことで、そちらには伺えないんですけど、まあ、ですから今ここは正直メキシコですけど、嘘です、もちろん嘘です。都内です、ガチガチ都内です。なんなら千代田区です。続編ができるのか、あんた何なんだろうな、続編。いや、何がする、特にないな。最後に申してきました、先輩です。何度でも言う、僕は君らの先輩です。芝居の映画が作品としてはですね、もう4作撮ってるんですね。ですからフォトセッション、気をつけ流れと言うみたい、ここはあえて関西弁で気をつけ流れと言うみたい。ただ暴れます、絶対暴れるから、いいことを心の中で念じながら、ちゃんとスマイルということでしょうかね。でその顔、はい、3、2、暴れた、ジャキ言ってるけどね、これ心の中で念じるんじゃなくて、暴れみは暴れた、ジャキ。これはもう、もしやったら水野さんも言ってきちゃう。後ろが2番目の、左から3番目の人いてる。おっさんたくさん喋りやがって、冷え、中途半端に入りやがって、田んぼのあぜ道かと思ってない。田んぼ行かない。何言ってるわかんない。映画を楽しんでください。今日はありがとうございました。はい、佐藤二郎さん、ありがとうございます。
かがでしたか、次郎さんからいろいろとありましたが、皆さんどうですか、見てみて。石本さんどうでしたか。いやいや、本当に何言ってるか分かんないんですけど。まあね、あの、先輩とはね、僕らはよく言われますもんね。僕の方が先輩だと。はい。それを言われて、アドバイスを聞いとけって言われてましたけど。VTR でもね。はい、言ってましたけど、そんなアドバイスもらいましたっけ。なかったです。なかったですね。まあでもね、楽しく、うん、渋川さんといろいろ楽しい。今回も映画では、ね、次郎さんと渋川さん、そうですね、関係もまたいろいろと、はい、はい、見れると思います。そうですね。はい。ぜひ楽しみにしていてほしいと思います。はい、さあ、それでは、せっかくなので、こちらのお時間で、ここからですね、パパたちに、パパママの4名の方に、今日はお子さんたちも来てくださってるということで、迎えに行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあ、盛り上がる時間になってます。ここから本番ですもんね。ここから本番ですよ。お待たせいたしまして。ね、しばしばお待ちくださいね。少々お待ちください、ね。これ監督、もし次回作があれば、僕もぜひ犬を飼う設定に、水とか、はい、していただきたいなと。水野くんが犬飼う。ちょっと考えられないみたいな。こういうの見ると、やっぱちょっと飼いたいなと思って、ね。一緒にね、迎えに行きたいですよね。うん。ほら、来た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 。来ました。来ましたよ。お来ました来ました。まもなく皆さんの、ね、いつもね必ず犬ワンちゃんたちが来る方が盛り上がる。そう。次郎さんもねおっしゃってました。ああ来た来た来た。来た来た。はい、ああ元気だ。元気だ。当たる元気。じっちゃん。はい、じっちゃんも来ました。さっちゃんも来ました。よいしょ。あ、ポチもポチも来ましたよ。かけてるかけてる。ああ大丈夫にね。じっちゃん今日大丈夫かな。じいちゃん、おしっこしました。じいちゃん、前回出てきてすぐおしっこした。シートが今日だからずっとシート序盤からおじさん持ってました。ありがとうございます。あー、すごい、元気だな。はい、というわけで改めて、はい、お子さんたちにも大きな拍手お願いします。かわいいですね。癒されます。あー、今日はあのゲージに入れられてる時間が長かったので、ね、やっとね、ちょっと今、ここぞとばかりにはしゃいでますね。したので、じゃあ改めてパパママからお子さんたちのご紹介改めてお願いしましょうか。じゃあ中川さん、はい、お願いいたします。アタル君は本名キー君って言いますね。はい、オスの今あれ北村さん4歳です。5歳になったんですよ。4歳ですよ。5歳ですね。で、この見て通りすごい元気です。元気です。この間のあの芝フェスっていうのがあったんですけど、はい、その時にあの逃げ出しまして、あ、そうですか。お客さんの席にバーッと入ってて、はいはい、元気すぎて、すごい元気です。元気です。はい、アタル君、キー君、はい、キー君、はい、はい、アタル君よろしくね。はい、キー君キー君向こう向いて、キー君向こう、ね、ずっとパパの顔、あー、かわいい。ずっとパパの顔向いてんの。キー君向こうだよ。かわいいですね。はい、次どうぞ。じゃあ、お兄さん、じっちゃんの紹介お願いします。あの、じっちゃんです。一等賞のじっちゃんです。一等賞のじっちゃんです。チャンピオン3匹の中で、あ、4匹かの中で一番人気のあるじっちゃん。大切なことですか。僕も入ってますから。はい、この子はあの前回の完成披露です。そうです。調布で舞台上でおしっこした。で、そういう経緯があって今回いつでもできるように持参しました。ありがとうございます。はい、なんだっけ、今日は大丈夫そうですね。ちっちゃんです、よろしくお願いします。はい、じゃあ石本さんお願いします。はい、こちらが僕が一番可愛いと思っている幸子です。一番多分言うことを聞く、ね、はい、そう、お利口ですよね。お利口でして、女の子ですね。女の子、はい、今日はありがとうございました。よろしくお願いします。多分言ってると思います。はい、お願いします。はい、社長お願いします。あの座り方が本当に可愛いです。じゃあ桜井さん、はい、ご紹介お願いいたします。ポチです。この中では一番年上の14歳で、女の子なんでもうおばあちゃんなんですけど、この中で多分一番自分を犬だと思ってなくて、なのでここちょっと離れてるのも近寄ると喧嘩をしちゃうんですけど、でもこういうところに来るとちょっと緊張したりして、すごい可愛らしい、本当に人間っぽいというか、すごく人間らしいワンちゃんです。桜井さんありがとうございます。こっちよろしくお願いします。可愛いです。
さあ、それでは、お子様たちも揃ったところで、ここからフォトセッションの時間に移らせていただきたいと思います。少々準備に入りますので、はい、皆さんも少々お待ちください。やらけでも座ったままでいいですか？座ったままでいいですか？座ったままでも大丈夫ですか？ストロボット大抵ですよ。あ、もうフラッシュはここ大丈夫です。終わり終わり。マジちゃん。あの本当に偉くて、あの仕事したらすぐお客さんもらえたらいいですね。いいでしょ。センター大丈夫ですか？あっちから。みんな大変だ。じゃあこっち。パコお手とかしても届かない。最後はセンター。あれ系も。ありがとうございます。ありがとうございます。ムーミーの方も来てくださっておりますので、はい、後ろに向かって手を振っていただいたりしていただいてよろしいでしょうか。 OK になりましたら教えてください。ありがとうございます。皆様ご協力ありがとうございました。終わったよーって、ちょうだいって。はい、さあそれでは楽しい時間もあっという間になりまして、まもなくお時間となります。それでは皆様よりお一言ずつご挨拶いただきたいと思います。それではまず渋川さんからご挨拶お願いいたします。今日はありがとうございます。あの本当にちょっと続編っていうものをやってみたいななんて思ってるんで、おあのいろんな犬も見れるし、自分もまたキー君と接することができるんで、ぜひやりたいですね。うん、はい、中森さんお願いします。それではあと、ちょっとね、応援してもらって、やっぱり成績がいいと、自然と続編が作れるみたいな感じがあるんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。中川さん、ありがとうございました。続きまして、大西さん、お願いいたします。はい、本当本日はありがとうございました。そうですね、もう今日から始まりますんで、もし今日見ていただいて何か面白いなと思っていただけたらば、ぜひ周りの方に口コミで広めていただければ幸いです。ありがとうございました。本日ありがとうございました。続きまして石本さん、お願いいたします。本日は、お越しいただきありがとうございました。この映画を見てですね、犬が好きとか動物が好き、そしてもしかしたら人間が好きということも感じてもらえる映画になっていると思いますので、皆さん、見ていただいて感想などたくさん述べていただいて、どしどし宣伝もよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。石本さん、ありがとうございました。続きまして桜井さん、お願いいたします。はい、今日はご来場いただきましてありがとうございました。久々ポチとあとこのワンちゃんたちと集まって撮影してた時のことをすごく思い出したんですけども、なんか本当にこういう なんとも言えない柔らかい空気がひたすらこうなんていうんですかね、雰囲気が流れ続ける作品になってまして、それ以外にもたくさん見どころがあるので、ぜひはい、楽しんで見ていただけたらと思います。今日はありがとうございました。桜井さん、ありがとうございました。続きまして水野さん、お願いいたします。はい、今日はありがとうございました。後半非常に、うるっとくるような、そんな素敵な映画になっています。さっき皆さん言われたんですけど、ぜひ宣伝していただいて、僕も一生懸命この作品を盛り上げていきたいなと、でまた皆さんの前に帰ってこられるように一生懸命頑張りたいなと思います。今日はありがとうございました。水野さん、ありがとうございました。それでは最後に綾部監督、お願いいたします。はい、今見ていただいた通りな、こういうわちゃわちゃした優しい空気の中撮影してました。ずっとこんな感じですね。映画もですね、こういう本当に犬と一緒に話したり遊んだりしながら空気感がよく出てると思います。ドラマから見ていただいている方はですね、いつも通りの芝公園といつもとはちょっと違う映画のドラマチックな芝公園と両方ありますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。本日はありがとうございました。ライブ監督、ありがとうございました。それでは大きな拍手でお送りくださいませ。渋川清彦さん、大西島さん、ドローンズ石本さん、
ありがとうございます。